I've never known a love so steady。 はい、皆さん、こんにちは。か、こんばんは。か、おはよう。今日はポーチの中身を紹介したいと思います。紹介したいと思います。はい、ポーチじゃないよね、これね。バッグなんですけど、そう、ポーチを、ポーチを持ってないから、今日はしげるのお散歩バッグを紹介します。おはい、ポーチ持たないの普段。持たない。持たない。手ぶらだもんね、普段ね。じゃあ早速。そう、まず、リードでしょ。おいかつめだけど。しげるちゃんもワンちゃん。そう、ワンちゃん。何歳？しげる。しげるは3歳。あ、まだ3歳なんだ。そう、これは散歩で使うスプレー系で。うんうんうん。結構入ってるね。ドンドンポーチの中身なのになんかすごい独特な中身。おお、うん、ドン。はい、ねえ、しげるをなんか友達の家とかに連れて行く時とかは毛が抜けちゃうので服を着せてます。なるほど。あとこれ犬用のねたわしなんですけど、うん、あ、そっちが何何いいよ。こういう風にねマッサージすることで、マッサージなんだ。そう、血行を良くするらしい。へえ。で、散歩中なんか暇だなーってベンチに座りながらこういう本を読んだりしてます。へえ。あとおやつね、うんちシートね。ちょっと気になるんだけど、これ何、ナンセンス辞典って何？なんかね、これもなんか、なんだ、時事ネタ系なんだけど。時事ネタなの？結構な色合いがあるよ。そうそう、例えばなんだろう、なんだろうな、コネ、コネについてとか。なんかね、勉強してんの？勉強ってほどでもないんだけど、なんかこの中島ラモさんっていうこの人が好きで、そういうこの人が書くユニークな本、ユニークな書き方とかが好きで、そう、ね、黄昏、こう夕日を見ながら黄昏の文字を読んだりとか。あ、へえ、これ読んでんのね。そう、これは？おやつ、しげるのおやつ、牛あばら。ちぎるのおやつ。噛むおやつね。こう噛んでやっぱステーキとかを取ってね、歯磨きしないからさ。あとこれね、スピーカーなんですけど、こう iPhone につないで聴けるスピーカーで、そう、昔の見たことない、オーディオテクニカっていう。これも散歩でね、友達とピクニックするときとか用に使ってます。これは何、これ？え、これ、これうんちシートちゃんと拾わないとさ、飼い主の責任なので。なるほど、うん、以上以上、私のポーチの中身でした。ビビ以上、しげるのお散歩バッグの中身でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。